ラムヤクリシュナは、インドの女優。テルグ語映画、タミル語映画、ヒンディ語,語映画、マラヤーラム語映画、カンナダ語映画など200作品以上の映画に出演しており、フィルムフェア賞南インド映画部門、ナンディ賞、タミルナード州映画賞を受賞している。1999年公開の、パダヤパイツでも俺はマジだぜ。での演技を評価されて、 フィルムフェア賞最優秀タミル語主演女優賞を受賞し、人気女優の一人になった。また、2009年公開のコンカムイッシュタムコンカムキャッシュタムでは、フィルムフェア賞最優秀テルグ語主演女優賞を受賞している。2015年公開のバーフバリ伝説誕生、2017年公開のバーフバリ王の外戦でも高い評価を得ており、バーフバリ伝説誕生では、 フィルムフェア賞最優秀テルグコ女演女優賞、ナンディ賞最優秀女演女優賞を受賞している。1970年9月15日に、タミル語話者の家庭に生まれる。著名な俳優、コメディアンとして知られているチョーラ・マスワミーの名にあたる。幼少期に、南インドの古典舞踊バラトナティアム、クチプデを習得し、数多くの舞台に立ってきた。2003年6月12日に、 デルグ語映画監督のクリシュナは虫と結婚し、息子を出産している。1984年にナロームプルレーンブルに出演し、女優としてのキャリアを始める。1985年公開のバレミスロールでデルグ語映画に初出演し、1989年公開のスートラダルルで高い評価を得た。1990年代にはサウンダリアーミーナ、ロージャー、 ナグマとともに、テルグ語映画を牽引した。この時期に出演した、成功作には、ケイ・ラガベンドララオが監督を務めた、アルデューガール、アラリー・モグズ、メジャー・チャンドル・コント、アラリー・プライドゥガール。1997年公開の、アナ・マイアーでは、アッキネーニナ・ニ・ナガ・ールジュナと共演し、工業的な成功を収めた。1998年公開の、カンテ・クーサーン・カヌでは、 南でしょ最優秀女演女優賞を受賞した。同年には、バデミアン・チョテミアンで、アミターブ、バッチャン、ゴービンダと共演し、1999年公開の、パダやっぱいつでも俺はマジだぜ。では、ラジニカーントと,と共演している。2015年公開の、バーフバリー伝説誕生では、プラバース、ラーナー・ダグバーティと共演して、国母、芝神を演じ、 マママンチアラデューカンチュでも主要キャストとして出演している。2017年にはバーフバリオーの外戦で再び国母、芝神を演じ、高い評価を得ている。ありがとうございます。